こんにちは、松本です。今日はちょっといい話を聞いたので、まあ、皆さんにもぜひ聞いていただければなと思ったので、私今日誕生日なんですね。今日正確に言うと日本では今日、アメリカでは明日なんですけど、今日今2024年の1月12日、日本では2024年の1月13日です。56歳の誕生日を迎えました。万歳。56年間、まあ、無事に過ごしてきて、ヤッホーという感じなわけですけど、いつだったかな、ちょっと先日心理学者、心理カウンセラーの方のお話を聞いていて、こんな話が出てきました。淀川長治さん、多分私の世代の人は、小さい頃に映画のコメンテーター、映画の評論家として淀川長治さんがよく、土曜日だったかな金曜日だったかな、ちょっと覚えてないんですけど、まあ、映画が1時間半とか2時間ぐらいの映画があって、最後に淀川長治さんが眼鏡かけて、淀川長治さんが眼鏡をかけて、なんとかかんとかかんとかって、まあ、ちょっとお話をされて、それではさよならさよならさよならって、淀川長治さんのさよならで終わる番組があったのを覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、その淀川長治さん、説明長すぎたよね。で、淀川長治さんがご自分の誕生日は自分、あ、まあ、お母様と一緒に食事をするのだという話で、自分の誕生日は、まあ、自分が主役なのではなく、母、お母様が痛いのを我慢して産んでくれた日だと、ですのでお母さんが主役なんだという話をされたという話を聞いたことがあります。それで、まあ、ああなるほどなと、母親が痛いのを我慢した日かと、まあ、なるほどなと思ったんですけど、まあ、実は私、まあ、非常に個人的なことなんですけど、あんまりうちの母親好きじゃありません。この動画見てたらすげえやばいよね。とっても口うるさくてですね、私の、まあ、今でも本気で腹が立つこととかよくあるし、よくはないか、まあ、だいぶなくなったけど、基本的に自己中でわがままで、まあ、うちの私の弟はですね、小さい頃母親を江南町、私江南町ってところに住んでたんですけど、江南町のヒトラーと呼んでましてて、私も、まあ、兄もおそらくは父もみんなで同意してたんじゃないかと思うんですけど、そうだよなってみんな思ってたんじゃないかと思うんですけど、まあ、ちなみにですね、私も多分息子から見たらうるさい親なんだと思います。でもその息子でさえおばあちゃんの方がひどいよねというので、多分まあうちの母はかなりひどいんじゃないかと思います。基本的にすごいわがままだったんですよね。でよく親は悪い子供はいいとか言って、こう子供を褒められてるのか親をけなされてるのか、親って、まあ、うちの母ですけど、母をけなされてるのか子供が褒められてるのかよく分かんないようなことを言われることも何度かあったようです。まあ、それは親戚の方になんですけどね、母のことをよく知る母のおじさん、私の大おじさんが、まあ、そう言ったという有名な話もあって、でうちは私兄と弟がいるんですけど、まあ、3人ともいい子だったんですよ。まあ、いい子でいるしかなかったというか、で小さい時にピアノ間違えたってバシッて手叩かれて大泣きしたような覚えもありますし、多分いいことも優しい面もいっぱいあったんだと思うんですけど、思い出すのは嫌なことばかり、基本的に。でそう、まあ、それは人間の脳のシステムで、嫌なことを記憶していないと動物、まあ、人間のというより動物の脳のシステムで、いいことは忘れてもいいんですよ。生命に関わりないので。でも悪いこと、嫌なことっていうのは覚えておかないと、命に関わりがあるんで覚えておくようなシステムになっているらしいのですが、そうは言っても
嫌なことばかり思い出してしまうわけですよね。今でも、まあ、結構嫌なことをばかり覚えてるんですよね、まあ、いいことも絶対あったはずなんですけどね。で、まあうん、楽しかった、まあ、楽しくはなかったけど、まあなんとなくいい思い出なのは、一緒にとんかつを作った、まあ、手伝わさせられて、こう小麦粉はたいて、卵、溶き卵につけてパン粉つけて母に渡すみたいな、そういうことを、まあ、一緒にした覚えはあるんですけど、あんまり優しくしてもらった覚えがない。こう絵本を読んでもらったような覚えはないし、虫、歯を磨いてもらった覚えもない、まあ、少なくとも小学生に上がってからは歯を磨いてもらったような覚えは全くなく、まあ、全部虫歯ありましたけど当時。そう、まあほとんどいい思い出がないんですけど、最近こう心の解毒をに取り組んでまして、まあ、いい思い出はなくても母がいたから今の私があるのは、まあ、間違いないし、友達にあなたのお母さんがいたから今のあなたがあるんじゃないですかって言われて、まあそりゃそうそうだよな、そのはずだよなみたいな。で、改めて誕生日は自分を祝う日ではなく、母がいたのを我慢したのをに、まあ、ありがとうという日かなっていう言葉がちょっと妙にしっくりくるような、来ないような、まあでもそうだよなって事実としては絶対、まあ、無痛分娩で産んだわけでもないですし、絶対そうだよなと思って、今日は母に改めて感謝をしようと思って、母にもらったすげえ派手なセーターを着て、これを撮ってみました。1月13日が56年前の1月13日、私を産んでくれてどうもありがとう。ちょっと涙が。あの日があったから今の私があります。今は、時差15時間くらいあって、まあ、遠いところに住んでいますけど、相変わらず口達者で、まあ、口はもうちょっと達者でなくなってもいいかな。相変わらず口達者でこうカチンとくるようなことを言う母ですが、この前も家を手伝いに帰ろうかと言ったら、手伝うつもりじゃないんなら帰ってこんでいいとか言われて、カチンと来ましたけど半年前。でも、コニックらしいコニックたらしい母がいたので今の私があります。どうもありがとう、母さん、お母さん、どうもありがとう。ま、親との葛藤って結構抱えてらっしゃる人が多いんじゃないかなと思います。私だけじゃないと思う。私は割とあんまりない方かなと、どっちかというと思うんですけど、多分ね、一番近い人でこう一番守ってくれるはずなのに一番攻撃してきた人みたいな、そういう葛藤を抱えてらっしゃる人が多いんじゃないかなと思います。で、あと気づかずに、それが特にいい子で過ごしてきた人っていうのは、いつの間にかこう自分の感情を抑えることに慣れてしまって、で自分が親との葛藤を抱えているっていうことにさえ気づいてない人っていうのも結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。で、その時に、まあ、どうしたらいいのか分かんないんですけど、私別に心理カウンセラーじゃないし、私の場合はあの時は親はひどかったよねって、今で考えたら家庭内暴力だよね、まあ、幼児虐待だよねみたいなのを思い出して、まあよしよしって、小さい自分に対してよしよしって言って、で、こう、あの時はかわいそうだったよねって、大変だったよねって、自分に、小さい小さい自分に声をかけて、こう、だいぶスッとするようになりました。
皆さんもまずは自分が親とのか、まあ、ご両親との葛藤を抱えてないかどうか、親孝行すりゃそれはいいんですけど、親孝行することで自分がの自分の気持ちを抑圧するんじゃ自分が幸せにならないと思うので、で、まあ、基本的には子供が幸せな方が親も幸せなんだろうと思うので、誕生日、まあ、皆さん年1回は誕生日があると思うので、まあ、母親が痛いのを我慢した日にありがとうっていうのもいいし、自分があのいい子でいて大変だったのを改めて小さい自分に、はあ、大変だったねっていう日でもいいなと思うので、こうご自分のそれまでの人生、それまでの気持ち、今の気持ちをこうじっくりと考える日にしてみてもいいかなと思いました。というわけで、何言ったんだ、何喋ったかよくわからんけど、1月13日、母さん、お母さん、いつもうるさい、うるさいお母さん、今でもうるさいお母さん、あんた82だろ、もうちょっと静かにしたらどうなんって思うけど、ま、痛いの56年前、痛いの我慢してくれて、我慢して産んでくれてありがとうございました。たまにこんなくだらない、くだらないかどうかわかんないけど、こういう話も混ぜていこうかなと思います。しょうもない話するときは白衣着てませんので、こういう話飛ばしたい時、飛ばしたい人は、服を見て飛ばしていただければ幸いです。今日も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。